今日はまた東京都に住む、30代の女性の方がご依頼者様で、旦那様の浮気の調査になります。経緯としては、もともと休日出勤というのが少ない会社だったんですけれども、今年に入ってから休日出勤というのが非常に増えて、そのことでちょっと言い争いとかもしちゃってるみたいなんで、多少警戒があるかもっていうことで、もともと今日調査する予定だったんですけれども、前日、昨日の夜ですね、携帯電話を話さない旦那様とご依頼者様で、すごい大喧嘩になってしまったっていうことで、非常に警戒がもしかしたら強いかもしれないという状況下での調査になります。自宅はマンションということなので、張り込み場所の方を確認したら、ちょっと狭い路地内に正面のエントランスっていうのがありまして、今回はちょっと機材を設置して張り込みを行いたいと思います。駅までだいたい10分ぐらいのところなんですけれども、当然追尾調査っていうのが、初動っていうのがすごく大事で、最初に姿を見られてしまうと、もうその後の尾行っていうのがすごく台無しになってしまうので、一番大事なのがやっぱり初動、そういった意味でも機材を設置して調査員が見られないようにして張り込みを行っていきたいと思います。で、今どうしても狭い場所で警戒もされてしまうんで、今無人のカメラで、ここが対象のマンションなんですけども、そこの出入り口を見ているっていう状態です。で、調査員の方は出て左と右で分かれて、ここだけだと顔がわからないので、出てきたところで顔をしっかり、立ちの調査員が見ていく感じになります。一人男性出てきた。根茎上着、黒ズボン、白マスク、ちょっと右左見て、出て右ね。こうかわかんない。多分こうかもしれない。出て右。丸2了解。こっちで確認します。丸2も後ろからは確認できてる。モニターちょっと玄関見といてね、まだ。こうですね。こうです。丸さん了解。じゃあ車移動するよ。一つ目の十字路は通過してる。丸さん了解。了解。ちょっとこっち隠れちゃいますね。了解。で、今こう02の方向かってってるからさ。了解です。結構今こっち距離離してるから。ちょっとこっち隠れちゃいます。で、路地右で、そっちね、02の方行ってる。ちょっと横の車、隠れそうだから、ちょっと車で隠れてます。ちょっとこっち後方から、ちょっと距離離すからね。こうだ、こうだ。車の横で、立ち止まって今振り返ってる。電話だね。電話してる、電話してる。なんかうろうろしてる。見える？見えてます。足見えてます。まだ振り返ってますね。行ったり来たり。立ち止まりかな。後ろ見てるんで気をつけてください。進行方向にあるらしい。了解。電話はもう切ってるね。そのまま歩いてってる。今もうこっちで見えてるからね。了解です。こっちでも見えてる。了解です。ちょっとね、キョロキョロしてたのあるから、距離離すですね。なんか怖いわ。了解です。今、通りで横断待ち。通過方面行ったら抜けちゃっていいかんね。通り走って、小走りして横断、通過方面ね。了解。こっち突き当たり右で隠れてるんで、来たらわかります。こう確認、突き当たりで確認。突き当たりを左。了解。こっち今、バツね。了解です。で、丸さんの方先回りしとくよ。先路地十字のマーク。はい。ちょっと入ってます。見に行きますね。こっち、どこ入ったの？はい、左手のマンションか路地か分かんないですけど、入ってきました。左手に。
見られたんで、そのまま受けます。電話してますね、マンションの敷地内で。ああ、マジで了解。じゃ戻ってきたら分かるように。ああ、丸さん了解ね。いいよ、こっち丸さん十字路の先行方向の路地マークができてるから。了解。そしたら戻ってくれば分かるようにしとく。丸さん了解。なんか携帯で通話してたの？電話してましたね。そのマンションなんか関係あんの？関係ないと思うんですけど、敷地入ってすぐのところで周り見ながら電話してるのかな。ああ、了解。じゃあちょっと隠れちゃった方がいいよ。こっちで見えてるから、ロジマークは。了解。戻ってきた。U ターン方面のロジマークはこっちでできてる。来ればわかる。丸さん了解。丸2の方はマンション出て左で、十字路右、路地を右のところ。ああ、広角にね、広角に。こっち出てきた。ちょっと一瞬こっち見たな。で、進行方向行って十字路右、一応駅方面。丸2了解です。なんだろうな、今の。で、丸2の方行ってるからね。注意して。了解。で、一応まだずっと見えてる。振り返りはとりあえず今ないな。了解。マンションにも何もないね。あー、で、丸2の路地を今通過、横切ったのは確認です。そのまま進行方向。あー、了解。あー、なんか右に寄ってんな。あー、右ってちょっと今見づらいけど、まだ、あー、行くな行くな行くな。よし、なんだろうな。今一瞬振り返った。で、そのまま一応進行方向で、遠目でずっとこっち見えてるからさ、なんか振り返ってんな。ちょっと距離離して隠れてくね。隠れながら行くね。あー、路地右行くんか。あー、路地右でちょっと見えない。ちょっと車も詰めるわ。はい。気をつけてね。あ、出てきた、出てきた。はい、抜けて、抜けて。車で見る。一応ギリギリこっち車で見るからさ。よっか。で、坂登ってってて。うわー、でも道が狭いなぁ。ちょっと一回丸に見られてるから下がってて。次、俺行っちゃうから。了解。了解。ずーっと車では行けないからさ、ちょっと詰めといて。俺がちょっと一旦縦になるから。車の後方で、こうから隠れるってついてってる。ああ、立ち止まりね。あ、左の路地に入ってるな。こっち抜けちゃうから。1個目の路地左行った。こっちはもう抜けてる。了解。ああ、平行できそうなんで、丸には右平行。了解。さあ、こっち後ろから行くからね。丸に了解。いや、かなりそれ道細いから、ナビで見ても。駅方面だから、丸さん、車も駅方面向かっちゃう。ああ、そうだね。で、こっちで丸ね。丸に了解。道なり右カーブかな。先回りできそう、路地。先回りも間もなくです。こっち今、バツね。了解です。ちょこちょこ振り返っているけど、ロックオンしてる感じではないからさ、注意して。了解。まだ見えてないよ、こっち。戻ってくればわかるけど。了解。あ、こっちで、こっちの路地を通過するの、カーブミラーから見えそうですね。了解。じゃあちょっと手前で待機しちゃうから。了解。ちょっとやばいな。通過した？はい、通過確認です。進行方向。ちょっと、強いぞ。で、こっち丸ね。丸に。まあ、駅方面ね。了解。丸さん、駅方面、駅ロータリー待機できるから。了解。で、2つ目の路地を右、やっぱ駅方面。もう駅かな。了解。駅のね、ロータリーマークを送って来ればわかる。ミラーで見えてる。走ってっか、小走りしちゃってんな。突き当たりが駅か。丸にさ、平行で駅回れる。了解。あ、いやいや、コーンの後ろ行っちゃって、手前路地右行けば駅回れるから。あー、丸さんで確認。駅ロータリーの方に来てる。丸にいいよ、先回りしちゃって、先回りしちゃって。で、ロータリー、あ、一回振り返ってる。
あーで、ロータリー入ってすぐ左手のイレブンの前でね、立ち止まってる。あー、U ターンすんのかな、ちょっと注意して。了解。丸に変更できちゃう。そっちの路地を見ながら、あー、路地出て右方面。やばい、こっちの路地出て右方面。駅じゃねえのかな、これ。あ、駅じゃない。駅入んないで、抜けてってるからね。もう見えない。行ける？了解。あ、こっちでもある。駅の横にあるコインピーの横で携帯いじってるのか、今背中しか見えないですけど。こっちできる？こっちで。とりあえず、うん、動いたらすぐ分かんなくなるんですけど、今は見えてますか？あー、ピーか。あ、俺。店舗挟んでガラス越しにピーから出てくれば分かる。了解。何やってんの？あー、携帯見てるっすね。携帯。あ、タバコ吸ってる。あ、そうか。タバコ吸ってんの？はい、タバコ吸って、携帯見て。あ、周りも見てるんで、ちょっと。注意ですね。了解。駅の方に来て、改札通過するぐらいまでは、こっち車の丸さんで見れるからさ。了解。で、駅方面歩いてきたら抜けちゃうよ、俺。丸さん、了解。歩き出したな。ああ、出てきた、出てきた。うん、見えてる。出て右ね、駅方面。抜けちゃっていい？ああ、了解。丸さん確認、OK。こっち見えてる。で、駅方面歩いてってるから。ゆっくり駅方面。駅に行くか。じゃあ、改札。あ、改札前で入らず立ち止まり。入んないな。あー、なんか待ってる感じ。振り返って、改札入らずに。あー、でも入る入る。改札入ってった。なんだ今の。はい。改札入ってもう見えないからね。了解。こっちで見えます。あ、こっちで丸ですね。見えます。ゼロ丸で、ゼロ2で確認。あれ、次の電車47分ね。はい。あ、やばい。改札通過してから立ち止まり。ああ、外で見えてる、外で見えてる。ちょっとこっち、もう通過しちゃったんで、そのままホームで待機します。いや、外で見えてるから。はい、まあ、了解。ありがとうございました。ね、よかったね。トイレ前ね、トイレ前で立ち止まり。まあ、了解。ああ、で、動き出しね。動き出してエスカレーター下ってホームの方行って、ちょっと振り返り強いからさ、下にいるんだよね。もう今エスカレーターでした。はい、ホーム待機です。はい、今見えてない。電車が3分後ね。了解。どっち方面のホームか分かったら言って。了解。了解。そっちで確認したらこっち下行くから。あれ見て、おかえり。あれ、エスカレーターで下ったんですよね。エスカレーターで下ってる。了解。まだ確認できないですね。了解。まあ、そのまま U ターンして上がってきても分かるから、こっちで。あ、いたいた。確認、ホームで確認。了解。じゃあ一回そっち行くわ。あれ、了解。あれ、どっち方面のホーム？まだ分かんないです。うろうろしてて、ホームが。丸さん、了解。もうは2番ホームだな。2番だとこれが新宿方面ですね。新宿方面の道を歩いてください。了解。じゃあ車の方も新宿方面ちょっと向かっちゃうから。いいよ。了解。了解。電車まだ来ないよね。まだ来ないですね。47分なんで。了解。ギリギリでこっちも下行くわ。まあ人はそこそこいるから大丈夫だと思うけど。了解。あと2分後ですね。了解。で、こうそのまま新宿側のホームをまっすぐ歩いていってます。どこ行けないの？振り返ってる。了解。じゃあ、下行っちゃうね。了解。ああ、エスカレーター長えな、これ。
り返りながら行ってるんで気をつけてください。はい、はい、疲れたね。進行方向、はい、進行方向で、奥行ったところで右曲がって見えなくなった。ちょっとこっち裏から回り込みます。じゃあ俺反対側のホームの見てるよ。ああ、そっち見てる。じゃあ俺新宿、ああいたいた、先頭の方で立ち止まってるね。奥まで行ってますかね、こう。いや、さらに奥があるっぽい。で、ホームの真ん中の方に行っちゃって、こっち見えてない。いや、柱と柱の間でこう、なんか隠れてる。あ、新宿とは限んないよ、だから。気をつけてね、反対側もありえるからね。了解。あ、電車ってだとどれくらいで来ますかね。あと2分、3分。いいよ、俺新宿方面のホーム来れば分かるようにしとくから。了解。ちょっと自分一番奥からちょっと挟み込むような感じにします。はい、あ、また確認ね。新宿方面のホームで確認で、また見えなくなった。こっち一番奥に回り込んだんで、で、逆方面見ててよ。新宿方面俺見えてるから。今見えてないかんね、俺。了解。小田原方面の電車に乗られたら俺分かんないかんね。了解。ああ、でまたこっちのホームに現れた。まあ携帯いじりながらキョロキョロしてるから。あれに出る。でまた見えなくなったね。了解。そっち小田原方面の電車の方が先来るからさ。そこで乗るかどうか見なきゃいけないですね。うん、まあ、スマホいじってんね、ずっと。俺に了解か。6はどうですか？いや、今はもうスマホに集中しちゃってる。了解。ああ、で、また反対ホーム行った。ちょっと見えてない。了解、こっちで見えてます。はい。現れた。また新宿前のホームで。ああ、でまた見えなくなった。了解。で、電車来てるよね、そっち。で電車開いて、まだ乗らない。ホームにいんの？ホーム今見えてないですけど乗ればわかります。乗らなかったですね。まだホームにいます。了解。ああ、で、また確認ね。こっち来たから。了解。ちょっと電車来たタイミングでこっちも距離詰めるけど、まあ、挟むような感じで行こう。了解。じゃ、こっちも新宿方面側のホームに移りますので。でも、見えなくなったらすぐ反対側見てるね。了解。電車来てちょっと詰めるからね。了解。あ、キョロキョロしてる。あ、乗った乗った。とりあえずまだ降りないか見てて。隣の車両からもあるね。
あれ動いて、あ、いや、大丈夫かな。もう見えてるから。こっち2つ隣の車両なんで、ちょっと今見えてないです。もう一回。あ、あれ降りるな。降りて、あ、降りた降りた。降りて左ね。なんだ。了解。降りて左でエスカレーター階段方面。了解。このままエスカレー、なんか新宿だったら乗り換えいらなかったよね。そうですね。このままエスカレーター上がってきたら右側。なんだろう。3すんのかな。上がりきって U ターンね、U ターン。改札は出ない。あ、向こうにも改札あるな。とりあえず、あ、トイレか。トイレ入り、入りじゃねえ。はい。そして出てきた。あ、出てきた。こっちも確認。通過方面、改札方面、通過してた改札の方から見る。見えてる。トイレ入ってきました。はい。またトイレ入ってきました。そっからちょっと俺、トイレ出て右、改札前の人待ちに紛れて見ちゃうからさ。了解。こっちはじゃあ出て左の方にいるけど、まだ見えてなくていいってことですか、トイレは。トイレの中？いや、トイレの入り口回すはそっちでできるんですもんね。あ、こっちでできる。丸一の方でできるから。了解。出て右対応できる位置で待機してくる。了解。まあ、出て右来たらこっちは隠れちゃうからね。了解。下北だから、まあ乗り換えなしで多分新宿行けたはずだから。はい。なんだろう、下北で待ち合わせか。出て左ですぐ左手が京王井の頭線の改札あります。了解。人多いからね、ちょっと詰めた方がいいかもしれない、6あるけど。了解。別に、出て左でそのまままっすぐ東口の改札がありますね、この駅から出てきた。あ、出てきた、出てきた、出てきた。なん了解。アクセスしてんな。出て左ね、トイレ出て左。出て左、マジで変わってる。サングラスしてる、それで。あ、これか。了解。全然さっきと違う。そうだね、さっき作業着だったよね。さっき、そうですね、営業服みたいな感じで。あ、ちょっとね、うん、とっぽくなってる。で、右で、また右のエスカレーター下りますよ。同じ路線か、じゃあ。そうですね、さっき上がってきた場所で。あれ、こっちでも感じないんで、ちょっと小走り、いや。ちょっとこっち、一回間開けますね。うん、こっちが今、人挟んで見えてる。小走り。ちょっと電車の時間がわかんない。了解。今、ホームに降りて、新宿方面。また新宿方面の電車だな。了解。降りわかんねえね。ホームで立ち止まりね。エレベーターの裏あたりで立ち止まってるけど、さらにそこにエスカレーターのところがあるから近づくぞ。あれ、見えてないと怖いわ。どうでしたっけ。エスカレーター降りてまっすぐエレベーターの裏側に立ってる。今小田原方面の電車来た。こっちできてるから展開確認でね、さらにエスカレーターで下のホームにも行けんだよ。小田原方面。あ、電車乗るか、乗るのか。今来た電車に乗りそう。了解。そう。挟むよ。乗ったら見せて。乗らなかった。で、周りキョロキョロしてるんで。了解、見えてる？見えてます、見えてます。今、エレベーター前、周りキョロキョロしてる。了解。ロキ強いな。
乗れんのか、これ。もう、まだエレベーターの前。次の新宿方面が2、3分後だからね。了解。さあ、で、こうが小田原側のホームに行って丸一側の方に歩いていってるそう。ああ、了解、確認ね。立ち止まり。ちょっと待ってね、なんだろう、携帯いじってんのかな。ちょっと待って、今見えてるからね。エレベーターだな。行かない方がいいですか。うん、まだ待って、エレベーター、エレベーター。上を押して待ちね。ちょっとこっち、ちょっと先、疲れた。ちょっと先上行っちゃって。こっちギリギリまで見てるから。こっちだな。あ、で、上でエレベーターは見えます、見てられます。了解。一応今下に降りていくエレベーター。乗らずね、上だな。だから了解。で、こっちさっきコウが寄ったトイレの横のベンチで見えてますので、エレベーター了解。あー、エレベーター来た来た、エレベーター来たよ。了解。乗んないかんね、俺。こうは乗り込みで、結構人は乗ってるね、 4,5 人乗ってる。で、そのまま上方面、こっちエスカレーターで上行くかんね。了解。で、上でこう確認。了解。上降りてきて左のトイレ方面に歩いてってるけど、そのまま降りて進行方向ですね。進行、あ、了解。改札の方来れば分かるから、こっちね。了解。あ、こっちもあるね。了解。井の頭線の改札、あ、違う、一回改札を出たんだね。出て井の頭線方面か。了解。すぐ井の頭線の改札があるから。了解。あ、いや、でも井の頭線には行かないから、駅から出るかな。キップ売り場。改札通過です。左手の井の頭線見えてる。あ、人が多いな。見えてます、見えてます。右平行。了解。で、右手エスカレーターは通過。了解。振り返り。怖え。いける？いや、進行。いける。あ、右行った。丸一側に行ったっす。右側に。確認。了解。で、上がってった。エスカレーターで上ね。了解。丸に手前のエスカレーターで上行っちゃい。手前のエスカレーターあったから。了解。電車の時間がちょっと分かんない。来てるかもしれないから詰めるよ。了解。吉祥寺行きが今出発。乗らずね。渋谷方面がもう電車来るよ。渋谷方面。了解。エスカレーター登ってそのまま進行方向。渋谷方面来たからね。今進行方向に歩いてって電車待ち。確認。これ後ろ通り抜けて校舎より、あ、そうですね、ハサミの感じのみたいね。了解。次こっち隣の車両からこっちで見えるような位置に乗りますよ。あれ、まだ乗るか分かんないね。また通ってる。あ、右
乗りました。了解。こっちからも一応見えてる。そっち同じ車両？降りるかな。降りるな。降りた。降りる。あ、いや、待って、降りないでいいよ。ちょっと俺ドアで見てる。また戻る。また乗った。また乗ったよ。あ、座った。なんか、降りてからキョロキョロしてたから、試しだろう、多分これ。渋谷終点。了解する。立ち上がり。で、今降りた。降りてすぐ階段があるよ。あ、でも降りて左ね。左。こっち後ろ取れてる。もうちょっと前なんで。行けます。はい。階段は通過、そのまま進行方向。あ、また電車乗ったな。あ、通り抜けね。電車通り抜けて左、反対側のホームで降りた。進行方向は変わらず。まもなく改札です。了解。ちょっとロック強いけど、ちょっと人混みすごいから、なるべく詰めちゃって、着替え持ってきてるよね。持ってきてます。うん。ちょっとどっかのタイミングで着替えよう。改札通過ね。これちょっと手前で待機してる。立ち止まり、後ろ向いてる。了解。俺改札通過せずに待って、見えてる。直視 OK だから。了解。こっちちょっと柱の後ろ側に隠れます。コードいる場所。人待ちかもしんない。了解。またサングラスしたぞ、こいつ。了解。あ、人待ちかもしんない。完全に立ち止まってる。了解。柱じゃなくて、改札出て右側の壁沿いに立ってるね。で、電話してんのかな。で、また改札通過して進行方向に歩いてった。了解。確認。電話してますね。うん、電話しながら。なんか酸素の雰囲気はあったから。はい。U ターンね。U ターン。こっちで見えてるからね。了解。人移動。エスカレーターが。いや、また改札、エスカレーターかな。エスカレーターちょっと人多いから詰めちゃうよ、俺。あ、いや、丸に詰めちゃって。2回、こっち、こっち。下り？下りです。はい。これちょっと人多くて、出遅れる。了解。エスカレーター降りて、右方向、右ですね。了解。で、左の信号を渡りそう。横断です。了解。渋谷着いた。今マークシティの方から出てきて、ハチ公の方。マークさん了解。まあ、とりあえず近づく。あ、もう渋谷ついてるの？ついてる。あー、了解。で、渡り切って左、ハチ公前ですね。了解。こっちも丸だけど、二人見られてもしょうがないからちょっと距離離すね。了解。じゃあこっちでちょっと見切っちゃうっすよ。うん、人多いから気をつけて。
今はだいキョロキョロしてる。あれコーナー電話してます。まあじゃあ待ち合わせだよ、もうハチ公前だよ、ベタなやつは。そうですね、三思想ですよね。まあで周り見てるんでもう三するかもしれないです。了解。こっち宝くじ売り場の影から見てるからさ、あ見えてるからいいよ、見えてるからいいよ。了解。そのまま離れてこない。下道戻る感じですか。うん、戻ってまたキョロキョロしてハチ公の裏だね、裏の方を通ってスクランブル交差点に。了解。電話切った。電話切ってスクランブル交差点の方で今人混みで信号待ちかな。今青ね、信号は歩行者が青、歩行者青。了解。ありそうだな。スクランブル交差点を道玄坂の方に横断ね。人多いからね。了解。そのまま丸九の方に向かって歩いてる。あ、喫煙所があるな。タバコかもしれない。右が喫煙所ね。タバコ出したっすよ。外で吸ってる。見える？見えてます。そうっすかな。でちょっと隠れるよ俺完全に。了解。マナー悪いな。あでそのまま歩き出しかな。あれ違うか。うん、歩き出し歩き出し、喫煙所出て右方面にそのままタバコ吸いながら歩いていってます。了解。こっちも見えてる。了解。あ、路地左。了解。いいよ、こっち詰めちゃう、こっち詰めちゃう。了解。だから路地入ってったね。人少ないからね、ちょっと。了解。突き当たる。突き当たって、右。了解。ちょっと人が少ないな。あ、Uターン、Uターン。ちょっとこ、Uターンね。一回パチアの中で抜けちゃう。あ、いや、パチア入る。パチア入る。了解。突き当たりにあるパチ屋入り。了解。ちょっとここ位置で行きます。ちょっと出入り口あるから俺中見ちゃうからね。ああ、了解。出て左手にも1個出入り口。いや出入り口は多分反対側、駅方面にもいっぱいあるからちょっと中はこのまま見ちゃう。了解。あれ車ってもう近く来てるんだっけ。ああ、車まあ近くには来てるから。マークシティの脇のパチ屋。了解、丸さん了解ね。まあ、合流できたらちょっとそっち向かうよ。そうだね。まだ座ってはいないけど、なんだろう、待ち合わせしてたんだけど、ハチ公前にいたんだけど、電話して。あーでね、座った。パチンコ打つよ。どうすかな。それ、パチで今見れるんだけど、店内で立ちで見てるけど、やだな、車以上来れる？あー、丸さん了解ね。じゃあそっち、俺が行くよ。俺が中行くよ。了解。じゃあ中入るよ。一応ね、一番角の台来てるからさ。このね、俺の進行方向、これ、あ、こっちじゃない。あ
了解。で出て右右でまた道玄坂の方向かっているから了解。丸二の方なんでこっち隠れちゃいます。うん、了解。で1個目の路地は通過。もう丸九の信号の方出るからね。あーいや U ターン違うな、左手の何か。あ、自販機、自販機見えてます。こっちで買ったの買って、あ、こっちの路地来る。今ちょっと隠れます。了解。後ろ取っちゃうね。自分の目の前通ったんでちょっとこっち行きたくないです。了解。今後ろでこっちもある。抜けちゃっていいよ。で突き当たりを左、まあ、来た道戻ってるね。また立ち止まり。ビデオボックスか、ビデオ個室。ビデオ個室って何ですか。ビデオ個室に入るか。あ、入ったな。なんだビデオ個室、行きね。了解。多分出入り口は1箇所なんだけど、入ったとこ見えてるから周りにないか見てくんない。あ、いやいや、出てきた出てきた出てきた出てきて、左また丸九方面で通り手前で立ち止まり。了解。ちょっと一回お店で抜けちゃう。あ、いや、歩き出しね。歩き出し。了解。通り当たって左。了解。で今丸九の前の交差点。了解。で横断すんのかな、立ち止まってる。了解。右側に横断しようとして待ちね。了解。で青に変わって横断。了解。横断して左です。了解。人が多いな。路地右を見たけど、右行きますね。路地右。了解。詰めて詰めて、人多いから詰めちゃって。ダブルダッチ、アルクール、キッズチェス、タイム。各競技のエキシビジョンマッチや国内大会も実施するほか、音楽ライブ、マーケットプレイス、バーチャル、リハーサルセンスなど、それぞれ大会が十字路を左方面。左です。了解。車さ、もうセンター街で車入れないから、ちょっと付近、丸九付近で待機してて。アリさん了解。でまた進行方向に歩き出し、路地は1個通過。了解。なんだろうな、ビデオ個室も入ろうとしてたから、時間潰そうとしてるのかもしれない。了解。今見てたのもなんかイタリアンのパスタ店みたいなところでしたね。なんか食べるかも。十字路右です。右。了解。わ、左の左に寄ってったな。左、はい、なんか入ったな。喫煙所ですね。喫煙所。了解。とりあえず入ったとこは見えてる。了解。こっちじゃあ出て左の方にいますよ。一箇所しかないよね、出入り口。なんか入ってみますか、一回。抜けれる感じはしないですけど。ビルの中にあるから、ビルの中に抜けられちゃうと嫌だな。ビル入ってみて、裏にないか見てみて。了解。喫煙所は人がいっぱい入ってくから、入っても大丈夫な気がするけど。
外から分かるんだったら外から見ちゃって。とりあえずこのビル左手側から入っても裏に抜けるそうな感じはなくて、ちょっと中の様子見てくるんで、ちょっと喋れないかもしれない。やばい。で、中で身分証かなんか出したら受付の奥で注射して、とりあえず中の奥には見てなさそうだったので出ましたね。了解。いや、思うじゃダメだよ。出入口1箇所。でとりあえず出て右でこっちは立ち位置できた。あ、出てきた出てきた。出てきて出て右ね、また戻るように歩いてる。了解。で十字路通過方面。うん、駅方面？駅方面ですね。了解。で渡り切って、右斜め前。ハチ公方面、電話してる、ハチ公方面に行ってる感じですね。了解。遠目でこっちも見えてる。了解。あ、なんか探してる感はあるからさ、はい、ちょっと探しそうな感じはするんで、ちょっとカメラちょっと隠しながら撮るんで、あんまりいいの撮れない気がする。了解。あ、サングラスはどうした？ハチ公の方行った。はい。三下かな？三下、三下、女ね。そのままマークシーの方。うん、了解。茶系の上着で黒本系のジーンズ。ショートカットで紺のトートバッグね。マークシー方面。了解。ちょっと正面取れてたな。ちょっと周りにさ、回り込めたら回り込んじゃって。で、あ、横断、右に横断待ちだから、こっち後ろで見えてる。なんか先に横断できねえかな。中央から狙います。うん、結構人が詰まってるからすぐ横断できないはずだから、先に横断しちゃって正面狙っちゃって。あー、もうね、すげえ嬉しそう。嬉しそうですか、今日。いや、もうね、なんかオツの方しか見てない。了解。あー、で、青に変わったからね、一番右側の端っこの方だからさ。はい。右の方ですよね。うん、今渡り終わる。ちょっと人が被っちゃってるかな。今渡り終わって、そのままマークして入るかな。了解。一応ちょっとバッチリじゃないけど、もう一回前行けたらいい、 たらいいよ。行っちゃいな。あれ、マークして入る前に行けそうだ。で、こっち先回りできますか。了解。正面は OK ですね。正面 OK。隠れます。了解。どれぐらい ?30 ぐらい若い？いや、若めではありますけどね。ちょっとマスクつけてるんで、まだ分かりにくいっす。あ、了解。で、まあ、そのまま入ってったから。はい。方向、方向。まあ、突き当たって道なりに左。了解です。左右っていう感じかな。エスカレーター、下りのエスカレーター降りず。あ、地図見てる、地図見てる。了解です。あ、や、U ターンね。ちょっと抜けちゃうよ。了解。こっちで見えます。あ、まだ地図見てますね。で、歩き出しで元の来た道戻ってきます。了解。はい、後ろから確認。了解。それでこっち平行通路にいたんで、まだ大丈夫です。後ろ着きます。了解。入った場所からで、そうだな。
了解。はい、出ました。なんだ出て、とりあえずまっすぐですね。左のエスカレーターが通過してます。了解。左に横断かな、あ、横断じゃなかった、横断じゃなかった。すぐ左手のエスカレーターに並びました。ちょっと遠いんで。あ、了解。続けて並んでいます。了解。ちょっと前入れて、人混んでるから前入れて。了解。おっと、気をつけてください。あの、方の方向いてるんで、後ろ向いてる。あー、了解、了解。降りて、また地図見てるな。はい。あ、Uターンするように、はい、右Uターンするように、また上りのエスカレーター、人が一気に減るよ。ちょっと遅らせてくれ。了解。やっぱオツが振り返ってるからさ、まあ、振り返6じゃなくてね、コート離すので振り返ってる。了解。6はなさそうでした。そうだね、とりあえずもうコートで見つめ合っちゃってる。で、今降りて、降りて右で今バツね。あ、いや、立ち止まってる、立ち止まってる。看板の後ろで立ち止まってる。了解。看板見てるからね。こっちはそのまま後ろに抜けちゃう。了解。こっちも行っちゃったから。あ、で、歩き出しの足は確認ですね。降りて右に U ターンする感じです。了解。で、先のエスカレーターありますんで。了解。で、エスカレーター上りです。了解。なんだ、オチがいつも先頭のパターンなんだな、これ。ですね。ちょっと話していきます。簡単に行くか。まあ、階段から行っちゃう、俺も。了解です。あ、で、一瞬振り返りやりましたね。まだちょっと、僕はあるかな、あるかなって感じで。で、右手の看板見てます。地図か何か。了解。後方から見えてる。で、歩き出し進行方向。了解。一回帰ろう。俺が前出る。了解。抜けます。はい。このまま道なり。井の頭線の駅方面っていうのかな。了解です。あ、なんか右手、なんだ、飲食店の看板見てるな。了解。こっち手前で U ターン対応で隠れてます。了解。飲食店入りかな。ライオン、いや、入んねえな。あ、入った入った入った。飲食店入り。了解。入ってすぐ手前の席かな。ちょっとね、外見えちゃうような席だから気をつけて。はい、です。で、入った面は見えてるのかな。見えてますね。入った面は見えてます。で、右側の1軒目の飲食店でいいですよね。そう、ライオン。了解。ちょっとこうはなんか外見たりしてる気がするけど大丈夫かな。了解。ああ、でも出入り口のとこからね、直視できるわ。ああ、まあ、もうこれマスク取れば顔取れる、全然。了解。ちょっとさ、直視していくから、はい、なんか結構広そうだから、出入り口の確認だけして。了解。なんかこれ、外から見ると、なんかミラーみたいになってて、中から見られてても、ちょっと、わかりにくい。そうだね。ちょっと怖いよね。はい。まあ、いや、マスク越しだけど絵は撮れたから出入り口マークにしちゃうね。了解。ちょっとこう使ったら近くで位置しちゃうわ。で、出入り口はその1箇所です。了解。まあ、出てまっすぐ突き当たり
から見れそうだな。まあ人通りも多いし、レジがどこなんだろうな。まあ1箇所なら全然1は大丈夫、人も多いから。了解。こっちは出て右で、出て左の対応はしやすいですね。出て右に来たら逃げたいような、あんまり隠れる場所そんな多くないんです。了解。一応俺出て左からじゃあ位置するけど、出てまっすぐもあるからね、そこだけ気をつけて。出てまっすぐっていうのは店じゃなくて通路が別にあるんですね。そうなんだよ、あの店店舗の出入り口出て、方面でいうと出て右左まっすぐで3方向行けるから。了解。出てまっすぐの通路はこっち行くのにちょっと10秒ぐらいかかっちゃうんで、もしあれだったらそっちの通路の中にいた方がいいのかなって思うんですけど。そうだね、だから、ああまあそうだな、ちょっと出てまっすぐの通路すぐ突き当たって右左になってるから、もしかしたら平行で見れるかもしれないし、ちょっと確認してもらっていい、そっちで。了解。ああ、6内容だったら丸さんがまた店内とか行こうか。そうだね、とりあえず3してから、まあちょっと若干キョロキョロはしてるけど、でもすげえもうポーツで見つめ合っちゃってるような感じだから。丸さん了解。ここで落ち着きそうだったら一回丸さんに合流してもらおうかな。ちょっと待って、一回ちょっと丸二の方で作り見てもらう。で出てまっすぐの通路行った突き当たりを右行って、その先がトイレになってるんですけど。その手前にエレベーターが2機あります。あー、じゃあエレベーター詰めないときついな。そうですね。で突き当たりを左に行った場合はそっちの通路と並行して、先の突き当たりでつながってますね。あー了解。あーで交通退店で左、出て左。あー了解了解、確認ね。了解。隠れちゃうよ。で左の方行きましたね。まだ進行方向は変わらず。了解。後ろ。了解。エスカレーターを下り。了解。実際どう ?6 ある？いや、6っぽい感じじゃないですね。了解。で、降りてまっすぐでスタバ横通過です。了解。で左ターンで多分またエスカレーター下りですね。了解。でエスカレーター降りてまた左にあるエスカレーターで、もう一個下り。了解。エスカレーター降りて左ですね、左。了解。ちょっとこっちがつくよ、いいよ。了解。ついたら本当にすげえ。スクランブル交差点、喫煙所、スクランブル交差点とこ突き当たって左だね、丸九方面。了解。マルキュンとこの歩道橋、あ、ごめん、横断歩道青になって人がすごい横断してる状態で、交通も右側に横断ね。了解。アディダスショップ側、そのまま、まあ、方面的には文化村の方面。
了解。丸九側の通りを文化村に向かって歩く感じ。万に了解です。まあ一応ホテル街っちゃホテル街だけど、まあまあまあ土地に何でもあるけど、センター街の方には行かないのかな。センター街の方に横断しようとしたけど、ちょっと戻るような感じだったから。はい、109の脇は通過、山田電機。今山田電機のとこね。あれ、これ通りの右側からだと見づらいかな。真横から撮るような感じ。で今黒沢楽器の前の信号のところで右側に横断しようとしてますね。ドンキ側。了解。ちょっとこっち見てるんで一回抜けます。了解。今ちょっと左斜め前から見てますけど、交通結構楽しそうですよ、笑顔で。了解。で今青に変わってドンキ側に横断ね。了解。横断して左。了解、抜けます。了解。あ、でドンキの看板見てる。ドンキ入るな。ドンキの看板見てる。了解。でメインの出入り口っていうのかな、はい、向かって右側からドンキ入り、はい、了解。行った方がいいですね。ちょっとごちゃごちゃしてるし。すぐ立ち止まりね。手前待機です。あれ、分かれんな。オツは下、オツ下、コウが上。ちょっと、こっち、いやいや、こっちコウ行っちゃうから、オツ行ってもらっていい？オツ下、下行きます。下ってなんだ、食品売り場。下はそうですね、食品売り場です。ちょっとこっちぐるぐるしていろんなもの見てるんで、何目的かは分かんないです。はい。で飲み物持ってるんで、あ、こう5階ね、5階で降りてる。はい。なんだろうな、とりあえず5階ね、なんかキッチン用品とか。はい。でこっちレジですね。CC レモン取ったのは分かったんですけど、食べ物はちょっとお菓子コーナーとか行ったけどまだ分かんないです。了解。なんだ。ああ。なんだこれ。すげえ。
あーいや、大人のおもちゃコーナーだな。大人のおもちゃもなんかすげえ綺麗。いやでもすげえ綺麗なんか。カップルとかも普通にいるような。でもなんかそうだね。ショップってなってる。ショップ、うん、ちょっと人が一応いるけど、ちょっと見てみるね。ああ、出てきた。こいつ、恥ずかしげもなく、なんか、大人のおもちゃ持って出てきたの、こいつ。結構、クズですね。あ、で、オツ、今、エスカレーターで会計終わって上上がりますね。了解。多分ね、ちょっと待って。ああ、多分こう会計するから、それだけ見ちゃうね。いや、でもね、ちょっと6になった。さすがにね、6。6、あー、うん、まあ、ですよね。多分今レジね、ちょっとあんま近寄れない。はい、こっち。多分今買ってるからさ。了解。で、買ったものをリュックにしまってる。でこっちはさっき入った場所から出ましたんで、外。はい、了解。ちょっと店内の方も待ってそうな感じで。いや、まあ待ってんだろうな。こっちの電気出ちゃって外で。了解。水槽前にいますよね、今。了解。出て右の。まあ、こうも下り、エスカレーター、下に向かってる。了解。今、3階から2階。了解。1階だね。とりあえず1階に今、降りてる。了解。ちょっと今、見えてない。1階で降りた。了解。オツは、オツは見えてるんで。はい、裏にも出入り口があるな。了解。ちょっと今バツね。了解。ボツ見といて。了解です。裏からは出てない。了解。あ、いた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 、店内いた、店内いた、確認ね。了解。こっち正面方面向かってって。了解。水槽のある出入り口。ああ、探した探した。あ、カバンの中乗せる気だこれ。こっちでも確認。了解。で、交通出て目の前の信号横断。了解。あ、目の前の路地入りです。了解。まあ、もうホテル街だからね。で、路地を右です。了解。1個目 ?1 個目の路地右で、で、左側の階段を登っていってます。ああ、もう先ホテルだからね。詰めていいよ、詰めていいよ。了解。了解。もうこれ階段登り切ったらホテルだからね。了解。立ち止まり、立ち止まり。了解。今抜けちゃっていいよ。抜けちゃっていいよ。で、そのまま道なり左カーブ。了解。突き当たり、まあ、突き当たりですか、ローソンの十字路を右ね。了解。さらに1個目の路地を左。あれ、車取れる？丸さん、聞こえるよ。とりあえず、まあ、道玄坂丸山町のラブホテル街だから。丸さん、了解。
まあそっちの方向か。ちょっとどこ行くか分かんないけど、山張っちゃってもいいや、もう。丸さん了解。1個目の路地右。了解。日当たり。日当たりね。左。もうすぐホテルがあるけど入らない。出ても大丈夫そうであれば。うん、ちょっと待って。右カーブね。いいよ、出てきちゃって。右カーブ。ちょっとまた詰めちゃうよ。了解。で、下って十字路左。入んねえな、なんだろう。剥がしてんのか、なんだかわかんないけど。了解。ああ、でも探してんのかな、わかんないな。なんとも言えないけど。一応ローソン前は通過。了解。通りの左側寄りを歩いてはいる。了解。で右側にホテルが何軒かあって、あ、でも左にもあるな。了解。なんだ、こうだけ入った。なんだ、こうだけ右手の緑のホテル入り。実は進行方向が出てる。すぐ裏方面行っちゃったな。ちょっと、レパン、そっち落ちまく行っちゃって。こっち入った方見てるから。立ち止まってる、曲がったところで。了解。その通過した先の路地を右行った右手にも敷地があるんですけど、そこの敷地内見ててって感じですね。立ち止まってます。了解。ちょっとさ、そっちからさ、落ちと正面の出入口って見える？このホテル 裏あるんだ。入った方が正面。ちょっと裏も入っちゃうよ。こっち正面であれば、はい、裏は見えてないですね。一回目外してきたんで。了解。一応入った面も見えてるんで、甲が出てこれば分かります。了解。で、こっち今裏口の方確認。了解。はあ、扉が開いてんな。ああ、いたいたいた。ここいる、中いるからね。了解。部屋を選んでるのかもしれない。あ、オツも甲が入った側の敷地入って、ホテルの敷地入り。ああ、確認。こっちから見えてる。また3下。了解、入りですね。了解。多分部屋を選んでる。そのまま正面を見えるんですか、裏から。裏から今、うん、直視できてる。了解。で、入ったホテルが出入り口が正面と裏あるん で、裏側はもう人が立ってられそうもないとこなんで、まあ、モニターを使って、まあ、ここで張り込みをして、で正面入った方の正面はやっぱ可能性が一番出る可能性が高いんで、まあ、一眼レフで構えて、まあ、ここでしっかり証拠取れるように張り込みしてます。あ、こうだ、こう出てきた、こうだ、こう出てきた。了解。正面ね。甲が出て右。甲が出て正面から出て右。了解。もうじゃあこっち裏外してそっち行っちゃうからね。丸二了解。ね、丸さんの方でも確認ね。で、交通ともに歩いて、まあ腕組んでるのかな。腕組んで歩いて。了解。でカメラ回収して。
回収して後ろで確認ね。了解。セブンとこの信号は青ね。ねえ。駅方面。あで右側に横断待ちね。了解。何時間ぐらいだ？ 3時間ぐらいか？3時間、そうですね、休憩の時間いっぱいぐらいはありますけど、もう1回。まあ一応今日は早く入るっていう話だったから。了解です。今横断ね、横断して、左。了解。丸さんでも確認ね。了解。そのまま後方つきながら車で移動する。了解。右側歩いてるからね。丸さん了解。ちょっと腕組んで歩いてるところのちょっと正面回り込みます。正面、うん。うまく回り込んじゃってちょっと。はい。で丸さんもちょっと前先行して正面狙う。うん、了解。とりあえず目印行ってきたらね。取れる体勢になったら教えて。で今右シャッター閉まっていくけどワイロードチャリアかな。あ了解確認。正面で取れてる。腕組んでんな。交通で組みながら歩いてる。了解。今、リパークの脇ね。了解、丸さんの横だから。はい。で今、ちょうど道玄坂の信号。了解、そのまま駅方面。了解、丸にも正面取ったんで、一回抜けときます。はい。まあ、時間的に。もう帰る可能性高いからさ、まあ、別れたら当然おつまくね。丸さん了解。まあちょっと駅付近で別れてタクシーも怖いから駅近くの方もそうだね。了解。靴に関しては全く情報ないから。丸に了解。全然ロークなくなってますね。そうだね、やっぱもうあれだけ試しとかやって誰もいないって確信してんじゃないのですね。でも丸さんの方は109の脇あたりで待機してるから了解。ロータリーとかタクシー乗り場行くそうだったらこっちも突っ込むわ。了解。手前50ね。丸さん了解。まれにでも気をつけてね、急に6がまた出てくるって可能性もあるわけだから。了解。で信号手前30ぐらい。通り通過で間もなく信号です。了解。信号点滅。了解。渡るかな。集めとくか。あいや渡んないな。あ渡らずに。スクランブル交差点手前を右。はい、車取れるかな。とりあえずマークシティの方ね。井の頭線の渋谷駅方面。丸さん了解。でバス乗り場はいっぱいある。丸さん了解。まあちょっと詰めるわ。了解。あれ振り返っ、あ振り返りじゃないな。なんか探してんのか。なんか左の方に行ったしてます。
はい。ああ、左側ね。うん、オーナー待ち。こっちで見ちゃうよ。はい、離れておきます。右足側に横断しそうだから車で取れるかな。丸さん了解。まあその手前で待機してるから。了解。青に変わって、ハチ公側に横断。丸に了解。横断しきって左ね。それに了解。でまたハチ公の方だね。了解。多いな。ハチ公広場には寄らず、JR の改札方面。了解。あ、なんだ、左指さしたぞ。立ち止まりね。地下鉄の入り口前で立ち止まり。はい、あ、分かれる分かれる。手振った。分かれて、ボスはそのまま階段下っていく。両階に確認できてます。マルさんも了解ね。多分地下鉄ね。了解。で階段降りて右。了解。で左の階段で下ります。了解。あれ車取れっかな。地下鉄だね。多分。また路線とか分かったらですね入れる。で階段降りて右です。了解。東横線と副都心線側ですね。了解。右の通路を右側歩いていきますね。丸一秒、はい。あ、左寄ってったよ、左寄ってった。了解。あ、突き当たりを、まあ、右方面ね。了解。で、右だな、JR 東口バス方面。JR 了解です。 B 名 B 名かな、 B 名の方面ね。了解。なんだろう、とりあえず JR と東口のバス乗り場方面。了解。タクシー乗り場には出ないのかな。とりあえず B 名ね。 B 名で、あ、トイレか。あ、トイレね。了解。ちょっとこっち距離離して維持します。了解。そうですよね。出て右、トイレ出て右、すぐが階段だから、エスカレーターだから。はい。どうすっかな。一応俺近くに隠れている。了解。こっち遠目で見てていいや。はい、了解。今、OK？ 外しちゃうよ。OK です。そしたらこっち出て左で、ちょっと物陰の方に隠れてるから。了解。出て左、バス乗り場に階段のところに隠れてるから、バス乗り場階段の方に来たら教えて。了解。そのまま上に逃げていっちゃう、俺。あれ、車取れっかな。とりあえず、トイレね。丸三了解。ないとは思うけど、こうみたいに着替える可能性もあるからさ。わかるよね、着替えても。着替えても大丈夫ですよ。了解。あ、出てきた出てきた。ポツがトイレ出てきて、左で元の道を戻ってますね。で階段下ります。あ、了解。遠目で確認。了解。まあ、こっちで今見えてる。了解。下り切ってまた地下鉄だね。
了解。副都心線、半蔵門線方面で改札だな。東横線と副都心線の改札通過。了解。改札通過してまっすぐ、半蔵門線には行かないね。副都心線方面。我に了解。で、エスカレーターで下り。了解。右行けば東横線、左行けば副都心線。副都心線か。次の電車5分ね、5分。丸さん了解。で、丸さんの方先回りしとくよ。ちょっと待って。いや、ちょっとね、行き先が一般だよね。和光森林公園反応。一応ね、池袋方面だね。方面的には池袋だけど、どこ行くかは、どの電車に乗るかによってだな。丸さん了解。次の電車に乗れば新宿三丁目行きだから、その手前で、新宿三丁目までで降りると思う。その次は和光市。次の電車に乗れば、明治神宮前か、北参道か、新宿三丁目のどれか。了解。あれ、丸2で直視できてる？見えてます、直視です。はい、あれ、丸さん、そしたら次和光市行きだから多分新宿三丁目より先の駅だね。池袋方面向かってもらっちゃっていい？丸さん了解。で、丸兄さん、次のに乗らなかったらその次が急行なんだよね。はい、急いでんだったら急行乗るはずだから。了解。そうです、乗りました。了解。乗って席に座りました。こっちで見えます。こっちじゃ隣行っちゃうよ。了解。まあ一応こっちも隣の車両から立てば分かる。あれ、車、和光市行きね、各駅停車。丸さん了解。で、丸さんの方先回りしとくよ。了解。立ったよ。降りてみよう。了解。東京に見えてます。了解。で、そのまますぐのエスカレーター U ターンするように上がっていく。車取れるかな。東新宿ね。丸さん了解。エスカレーター降りて進行方向。大江戸線の乗り換えもある。で、左側に改札を通過で U ターンするように、改札通過して左。B1、B3 出口方面。またエスカレーター。
メーターになってまた結構長い直線ストレートである。車取れっかな。 B さんね、 B さんの出口方面。マルさん了解。突き当たって右、またエスカレーターとか、狭いエスカレーターだから。もう出口ね、エスカレーター上り切ったら出口。今出て左ね、あれ丸さんは同じ通り。あー、丸さん確認だな。あー了解、丸さんで確認。あー確認ね、丸さんも確認。左手トヨタは通過。了解。もう五取りになるからね、結構距離感大事だよ。了解。ちょっと今左寄ってってます。了解。東新宿駅の出入り口も通過です。はい、あと10で信号。あ、左に隠れた。曲がったか、行ってるか。左、信号を渡らず左。了解。こっち詰めちゃう、詰めちゃう。丸さんも後方だから。よっかい。ちょっと距離詰めるね。了解。コンビニ通過。了解。あ、左手のマンション入る。ちょっと大きめのマンション。行ける？丸に行ける？了解、行きます行きます。コンビニ通過で左手ね。タワマンだ。了解。あ、オートロックでさ、もしかしたら番号見えるかもしれない、外から。了解。で、一つ目通過。入りですね、エントランス。了解。見えっかな？あ、見えてます見えてます。で、エントランス通過で2枚目の自動ドアも通過。了解。で、今集合ポスト、お、号室わかるなぁ。あ、見えた見えた。5 OK ですね。5 OK です。了解。うん、間違いないのね。間違いないですね。で、ポストから郵便物出して奥行って、もう見えない。了解、よく、おめでとうだよ、おめでとうだよ。今回はもうすごい警戒の激しい対象者の追尾になりました。警戒の激しい対象者っていうのは、女性と接触するまでっていうのが一番やっぱり警戒してて、それまでに何度か試しみたいな行動を取るんですけれども、うまくそこをかわせば接触した後っていうのは警戒が緩んで、今回の対象者もまさにそのケースで、女性と接触した後っていうのはあんまり警戒することもなく、ラブホテルのデート入り完璧に取れて、最後女性の所在まで取れたので完璧な調査で終わったと思います。通常の探偵者とかですとたまに2名で調査を行うところもあるんですけど、今回のような調査だと2名の調査ではとてもじゃないけど追い切れないかなと、途中で調査を断念してしまったり巻かれてしまうっていうケースもあるかと思うんですけども、MG リサーチは成功を前提に調査をするので、最低の調査人数はやっぱり3人になってしまうんですけれども、結果でお答えできますので、また何かありましたら MG リサーチにお願いします。また LINE 登録、YouTube のチャンネル登録お願いします。